高山本線は、岐阜県岐阜市の岐阜駅から、高山駅、井野谷駅を経て、富山県富山市の富山駅に至る、鉄道路線である。岐阜駅、井野谷駅間は、東海旅客鉄道、井野谷駅、富山駅間は、西日本旅客鉄道の管轄となっている。鉱山線とも呼ばれる。秘密橋より、下原八幡神社境内飛騨高地の山間を塗って、岐阜市と富山市を結んでいるが、 山間部あるいは盆地である、岐阜県飛騨地方へのアクセス路線でもあり、下呂温泉や高山市、東への観光路線としての性格を持つ。岐阜駅井野谷駅間は、JR 東海の東海鉄道事業本部が、井野谷駅と山駅間は、JR 西日本金沢市社の北陸広域鉄道部がそれぞれ管轄している。本州の本線では、唯一、 地方交通線に分類されている。JR の前身である日本国有鉄道時代の1960年代に観光ブームに乗って乗客が激増し、貨物輸送も沿線の開発に伴って増加したため、1960年代後半に蒸気機関車牽引列車の廃止とともに列車行き違い設備の増設や列車集中制御装置の導入といった、 輸送近代化が行われ、列車の増発が可能になった。国鉄分割民営化後は、岐阜駅高山駅間において、行き違い可能駅で、両開き分岐器を時速1 1 0トルでの高速通過が可能な方に取り換えるなど、優等列車の高速運転が行えるように改良が行われている。かつては電化計画もあった。九百八十年五月六日の国鉄理事会で、 全線 225.8km の電化計画が決定され、翌日、運輸大臣に認可が申請された。18箇所の変電所を設置し、全線を直流線5 0 0 v で電化する計画で、投資額は約200億円、1985年度電化開業を目指していた。1980年5月27日には、高山駅構内で、 非行式が行われた。電化時には、当時中央再線の特急、シナノに使用されていた車両と同じ381系直流特急用振り子車両の導入、及び、急行以下用は457傾向直流急行系電車の再生産が計画されて、いたが、需要源や国鉄の財政逼迫から1985年頃までに、電化計画そのものを取りやめ駅構内などの、 線路改良と高性能機動車の導入に転換した。なお、沿線に420本の河川柱が設置されて、いたが通信専用線電柱に転用された。その結果、特急列車に関しては、JR 以降後の新型車両機ハ85系の導入によって、従来の特急系電車と同等に近い性能となり、 高山以南の所要時間は電化された場合と遜色がなく、新紙車両特有の揺れもないので新車導入当初は好評であった。2008年には、東海北陸自動車道が全線開通し、高山市街地付近にまで延伸しており、高速バス、日田高3号との競争が激化している。名古屋駅など、東海道本線木曽川駅以南の各駅と、富山駅など、 北陸本線福岡駅伊東の各駅との距離は、米原駅経由よりも高山本線経由の方が短い。しかし、東海道新幹線が米原駅を経由して開業し、合わせて北陸トンネルの開通をはじめ北陸本線の電化、複線化、高速化が行われ、電車特急が頻発されるようになったため、所要時間や利用機会は北陸本線経由が優位である。 ただし、高山本線の特急、ひだがきは85系に置き換えられスピードアップを、果たしてからは、名古屋駅と山駅間の所要時間では、米原経由の白鷺と、ほぼ同等にまでなった。なお、北陸本線の電化区間が、富山駅まで達する前の1963年までは、大阪方面からも距離は長くなるが、 岐阜駅で列車を乗り継ぎ高山本線を経由する方が、富山駅までの所要時間が短いことがあった。岐阜駅、宇沼駅間では、名古屋鉄道か上ヶ原線と並行している。同区間の距離における地方交通線の運賃表は200円区間を、除き幹線と同一両立であり、名鉄より安い運賃になっている。また、岐阜駅、みの大田駅間は、 IC 乗車カードとかの利用エリアに含まれている。2015年3月14日の北陸新幹線長野駅、金沢駅間開業により、並行在来線区間にあたる北陸本線、金沢駅、直越駅間は、IR 石川鉄道、愛の風と山鉄道、越後とめき鉄道の第3セクター鉄道3社に経営分離されたが、枝線にあたる、 本路線の JR 西日本区間については、引き続き同社が運営している。このため、本路線の JR 西日本区間は、大糸線の JR 同社区間とともに、他の JR 同社在来線と接続せず、新幹線、JR 他社在来線のみに接続する路線となっている。新幹線の開業後、津端と山間の在来線には、特急列車が設定されておらず、名古屋、 ギフト富山とを直接結ぶ列車は本路線の飛騨のみとなっている。また、北陸新幹線延伸開業後は、東京鉱山の所要時間は、東京名古屋鉱山の経路と、東京富山鉱山の経路でほぼ同等となった。なお、富山駅は、乗り継ぎ割引の指定駅ではないため、北陸新幹線と飛騨を乗り継いでも、特急料金などの割引は適用されない。そのため、 名古屋経由の方が距離が長いにもかかわらず、料金的には割安となる。一方、神奈川県内からは依然として、名古屋経由の方が所要時間、運賃料金ともに有利である。美野大田駅伊勢は、木曽川、久久野駅以南は、支流の飛騨川、高山盆地南端の飛騨一宮駅以北は、神通川の飛騨地方の故障である宮川、井野谷駅以北は、 神通川といった川にほぼ沿って路線が通っており、京国部を中心に多数の鉄橋やトンネルがある。くぐの駅ひだ一宮駅間の宮峠が分水嶺となっている。沿線には日本ラインや清水橋、中山七里など名所も多い。なお、これらはひだ木曽川国定公園に指定されている。美濃大田駅犠牲は国道21号、それより高山駅、 富山駅方面はおおむね国道41号のルートに沿っているが、日田細江駅井の谷駅間では、国道41号が、東古川城と道市上岡町の境の数賀峠を越える越中東街道沿いを通っているのに対し、高山本線は急勾配を避けるために、宮川の流れに沿った越中西街道沿いを通っている。二れゲム駅笹津駅間には、 線路に面して白桜に囲われた杉があるが、これは1947年に昭和天皇が戦後巡行した際に植えた立山杉である。後年、1958年10月に開催された富山国体、1969年5月に開催された全国植樹祭で富山県に行行した際には、おし列車の車窓から自ら植えた杉を眺めている。 名古屋駅高山駅、日田古川駅、富山駅間及び大阪駅高山駅間に特急ワイドビュー日田が運転されている。内一往復の大阪駅高山駅間の列車は岐阜駅高山駅間で名古屋駅発着列車と連結運転を行っている。車両はキハ85系を使用している。 ひだが特急化された1968年10月1日から1990年3月9日まではキハ82系機動車が使用されていた。2001年9月30日までは、宇沼駅高山駅間では、名古屋鉄道神宮前駅からの特急、北アルプスが1日1往復だけ運転されていた。北アルプスは一時期、富山駅までや富山駅からさらに、 富山地方鉄道に乗り入れて、立山駅まで運転されていたこともある。車両は1991年3月15日までは、名鉄キハ8000系機動車。翌16日のダイヤ改正からは、名鉄キハ8500系機動車が使用された。運行当初は、準急として、高山という列車名で運行された。またかつては、名古屋駅発着の急行。 乗り倉が1990年3月9日まで、大阪駅発着の、高山が1999年12月3日まで、運転されていたほか、名古屋駅高山駅と山駅金沢駅、名古屋駅間に循環急行、白金、小金が1972年まで運転されていた。また越南線北濃に直通する急行、奥美野も運転されていたが、 奥見野は1982年11月15日のダイヤ改正で廃止された。また、乗倉は1984年1月31日まで夜行列車でも運転されていた。これらの急行列車は、キハ58系機動車で運行され、名古屋第一機関区と美ノオ田機関区所属の車両が使用された。その後には、乗倉は、 名古屋車両区所属の車両のみで運行され、高山は、向こう町運転所が受け持つようになった。晩年の、高山にはアコも改造された、専用車両が投入された。なお、飯田線、関西本線、紀勢本線などと異なり、首都圏発着の定期優等列車が乗り入れたことはない。臨時列車でも極めて少ない。ワイドビュー飛騨普通列車は概ね、美濃大田駅。 高山駅、井野谷駅で運転系統が分かれている。国鉄時代から美濃大田駅と山駅間、高山駅と山駅間を通して走る列車も設定され、JR 西日本のキハ120型が、高山駅まで乗り入れていたが、2003年10月1日以後は、井野谷駅を越えて直通運転を行う普通列車は設定されておらず。 井の谷駅での接続が考慮されたダイヤとなっている。その他、1991年3月から1997年10月まで、岐阜駅未の大体期間には、夜間に、中駅、高見ヶ原駅、宇沼駅に停車する快速が存在した。また、民営化前の1986年頃までは、郵便車や荷物車が連結されて、郵便荷物輸送も行われていた。 岐阜駅美濃大田駅間、編集岐阜駅美濃大田駅間は、大田線の田治見駅までの直通列車もあり、沿線人口、利用客数ともに多い。三濃加茂市、かかヶ原市から岐阜市及び、愛知県名古屋市への通勤、通学の重要路線でもあり、日中から夕方、夜にかけては1時間あたり2本運行されている。朝ら主事の美濃大田駅岐阜駅間のように1時間に4本。 運行されている時間帯もあり、高山線内で最も列車密度の高い区間である。岐阜駅から宇沼駅までは名鉄かかみ原線が並走しており競合関係になっている。本数は1時間あたり4本が運行されている名鉄の半分であるが、非電化ながら駅数やカーブが少ないことから所要時間では名鉄に比べて優位となることが多い。岐阜駅 うぬま駅間の運賃は JR の方が若干安い。民営化後は線路の改良や車両の性能向上が行われため、国鉄時代より各駅の利用者数は増加しているが、2019年現在もまだまだ名鉄の駅ほどには及んでいない。うぬま駅、美濃大田駅、大田線下蟹駅間は犬山駅や西下蟹駅などを経由する名鉄とは並行しないものの、 直通列車があるため JR がやや優位となっている。こちらの本数も、名鉄の半分以下である。なお、岐阜駅か二駅の運賃は、JR の方が安い。美濃大田駅イノ谷駅間、編集美濃大田駅下呂駅間では1の2時間に1本の割合で運行されているが、下呂駅高山駅間では、正午を挟んだ昼間は上り約4時間、下りは約5時間ほど運行されない。 ただし7から8時台のゲロ駅高山駅間では、通学対応のため、約15分間隔の運行もある。日田古川駅の谷間も上下線ともに午後は3時間半ほど運行されない時間帯がある。岐阜駅、美濃太田駅、下浅尾駅、白川口駅、日田金山駅、ゲロ駅間及び、ゲロ駅高山駅間、高山駅日田古川駅、坂上駅間などには、 区間運転列車もある。列車は2.4両編成で運行され、全線で、主に通勤時間帯以外において、ワンマン運転が行われているが、岐阜駅高山駅間、美濃大田駅井の谷駅間といった、長距離を運行する列車には、車掌が乗務する列車もある。鉱山発町4時台の岐阜駅始発列車と岐阜発夜21時台の高山駅最終列車は、 ゲロ駅高山駅間で快速運転を行っており、一部の駅が通過となる。臨時列車については、マスダ風高校の始業式、終業式、定期試験の日には昼過ぎに、日田萩原駅ゲロ駅間に上りのみ臨時列車が運転される。2000年代後半まで、元日の夜半過ぎの深夜には、高山駅久久野駅間に臨時列車が一往復運転されていたが、 それ以降は運転されていない。車両は JR 東海管内の岐阜駅井の谷駅間では、前節の大タ,タ線直通列車を含め、全列車にトイレ付き車両を連結する、キハ75型とキハ25型が運用されており、後者は転換クロスシートの0番台と、オールロングシートの1000番台が混用されている。JR 東海管内においては2001年まで、 タイタ線とともにキハ58系起動車、2015年3月まで、キハ11系、2015年6月まではキハ40系もそれぞれ使用されていた。井の谷駅、富山駅間、編集井の谷駅、富山駅間と越中八尾駅、富山駅間の普通列車がほぼ交互に運行されている。このほか、早星駅、富山駅間の普通列車も朝に1、往復運行されている。 2015年3月14日の改正で、日曜日仕組運休を廃止し、全列車が毎日運転に統一された。現在の運転間隔は、富山越中八尾で、通勤時間帯を除き毎時1本程度、越中八尾井の谷では2の3時間に1本である。毎年9月1日から4日の朝までは、富山市八尾町で開催される、おわら風の盆の観光客輸送のため、 富山駅越中や尾駅間では午後から深夜にかけて金沢総合車両所と山支所の車両をフル活用し約10分に1本の割合で快速列車または普通列車が運行される2003年から2010年までは特急列車お原ら号が北陸本線経由で関西、福井、金沢方面から直通運転していた 車両はキハ120系機動車の単行運転が基本である。2011年3月11日まで日本全国で最後のキハ58系機動車も運転されていた。富山地区における社会実験、編集、府中宇さか機概要も参照富山市が主体となって数年で行われている高山本線活性化事業の一環として、 2006年から2011年まで JR 高山本線活性化社会実験を実施し2006年10月21日から井ノ谷駅と山駅間で第一期の社会実験として列車の増発が行われていたこの増発で朝夕は越中八尾駅と山駅間が上下毎時2本ずつ井ノ谷駅越中八尾駅間が上下毎時1本ずつ 日中でもほぼ上下毎時1本ずつ運転されていた。夜間については、富山駅発23時台の上り列車も設定され、井の谷終着時刻が日付をまたぐ形となった。引き続いて、第2期の社会実験として2008年3月15日から2011年3月11日まで、早星駅西富山駅間の富山、イノベーションパーク隣接地に臨時駅として、 府中うさか駅を設置して、需要の掘り起こしをすることになった。第2期の実験では、増発区間が、越中八尾駅と山駅間のみとなるが、日中も上下毎時2本ずつの運転となった。社会実験は2011年3月12日のダイヤ改正をもって終了し、日中の増発はなくなった。なお社会実験に合わせ開業した。 府中宇坂駅は2014年3月15日のダイヤ改正で常設化された。貨物列車は富山駅早星駅間で運行されている。2019年3月改正時点では、早星駅発東海道本線川崎貨物駅行き、愛の風富山鉄道線富山貨物駅発、早星駅行きの高速貨物列車1日1往復である。 愛知機関区の DD200K ディーゼル機関車経引で運行されている。西戸山駅は現在も車扱い貨物の臨時取扱い駅となっているが、1996年3月16日以降は発着する貨物列車がない。全列車が機動車で運転されている。括弧内は所属車両基地である。高山本線は南側は鉱山線、北側は 飛び越し線として建設が進められた。鉱山線は1920年に岐阜駅かかみが原駅間が最初に開業した後、日高坂駅には1933年に達した。飛び越し線は1927年に富山駅中やお駅間が最初に開業。こちらも順次延伸され1933年に坂上駅に達した。残る日高坂駅高山駅坂上駅 鉱山線、編集未の大田駅前後をめぐるルートについては、最初、衆議院鉄道建設委員会は、立憲政友会側の意向により、名古屋駅から直接北上して、美の大田駅を通るルートを想定していたが、その後、県政会からの圧力で、岐阜駅を回るルートに変更した。このルートについては、その後、衆議院鉄道建設委員会が定めた。 大田回りのルートを支持した県政会と関町を回るルートを支持した立憲政友会とが対立し、さらには、美の電気軌道が関大田間の建設案を持ち上げ、三つどもえの政治問題に発展した。結局は、1918年2月9日に衆議院において、高山線を美の大田回りのルートで可決、同年3月1日には、 同案が貴族院を通過し正式に決定し、大田周りに落ち着いた。その後、名古屋美濃大田間については、改正鉄道付設法別表第72号に、愛知県名古屋より、岐阜県大田に、イタリール鉄道として記載されたほか、1961年の都市交通審議会第5号でも、国鉄鉱山線の名古屋直結に関しては、 水分橋、大曽根中央本線間に新線を建設し、かつ沼、水分橋間の名古屋鉄道を利用して、鉱山線を大曽根に乗り入れさせる路線について、検討すべきである。と答申されたが、この路線は実現していない。2001年までは、沼駅構内の名鉄犬山線との連絡線を、介して、名鉄から高山本線へ、直通運転していた特急。 北アルプスが存在したが、これも廃止されている。飛び越し線、編集全通以降、編集国鉄分割民営化以降、編集高山本線の詳細な列車の遠隔は、以下の項目を参照されたい。2004年10月の台風23号の影響により、高山駅井の谷駅間が普通となり、高山駅飛田細江駅、井の谷駅間で大工バスによる運行が行われた。 同年11月18日からは、高山駅飛田古川駅間で運転を再開し、大港バスは2005年2月28日まで、飛田細江駅井の谷駅間は1日に往復設定されたが、国道41号を経由するため、角川駅、杉原駅間の各駅には停車しなかった。国道360号の仮復旧で2005年3月1日から1日、7往復となり、 門川駅、杉原駅間の各駅にも停車するようになった。名古屋駅と山駅間の特急、ひだは、ひだ古川駅と山駅間を運休として、ひだ古川駅で折り返し運転が行われていた。JR 東海は2005年4月下旬により、復旧工事に着手。2005年10月1日の秋のダイヤ改正時に、ひだ古川駅、門川駅間が復旧し、 残りの角川駅の谷駅間も2007年9月8日に復旧した。全線復旧を記念して、富山フリー切符が発売された。友人駅のうち、岐阜駅、美濃太田駅、下路駅、高山駅、日田古川駅の5駅は、JR 東海直営駅、宇沼駅は、京武委託駅、白川口駅、日田金山駅、日田萩原駅の3駅は、官委託駅である。 友人駅のうち、富山駅在来線は、愛の風富山鉄道直営駅、早星駅と越中八尾駅は、業務委託駅である。ありがとうございます。